はい、こんにちは、こんばんは。おはようございます。あれです。セーブじゃないですよ。山上ですね。続けやっていきます。よろしくお願いいたします。あ、しまった。おお。あ、はい、コメントを返すの忘れてた。そうだよね、どいつもこいつもだよね。はいはいはい。長いね。ここから、あ、でもエンディングが1、2、3通りぐらいあるんですか ?3 通りのかける2の ?6 通りぐらいあるのかな?甘神って。まあ、どうなんですか?ちょっとよくわかんないですけど。さあ、ね、由緒正しき操り剣に、ね、隠されたか影だか闇だかなんだかを淡きに行こうじゃないか。由緒正しいかもわかんないですけどね。さて、はるか先輩はどうでもいい。お、あやつじさんが3つも。はいはいはい、ここですね。猶予、執行猶予は、これはいいのかな。じゃあ、コメントコメント、くそ、ちょっと口頭で返させていただきます。そうね、弁当なんて普通もらわないよね。改めてお弁当のお礼を言おうと思ってさ。それくらいいいわよ。なんか音量がすげえでかいんだけど、つか俺の音量が低いよね。俺がちょっと近づこう。まずあなたとゆっくりお話ができて私もすごく楽しかったし。ん、そう言ってもらえると、ちょっと待ってね。そう言ってもらえると俺は なんて言ってるんだ。嬉しいよ。うん。あ、ねえ、ん、今よかったらもう少しおしゃべりの続きをしたいんだけど、いい？いいだろう。奇遇ね。まったくだ。さあ、やっていこうか。あ、なんだろうっけ、ヒントを出してもらえるんだっけ、このゲームって。 いつからそういうヒントシステムでやるんだっけ。もう攻略してるから勝手にどうぞって話なのかな。これ確かね、同じことをできるんだよね。また何度も何度も髪を触れるっていう変態イベントなのかな。ねえ、まあ R もね、もうおじさん。おじさん待ったなしですからね。じゃあ世間話行こうか。二つ被ることもあるね、世間話世間話って。あやつりさんは前に図書室や屋上が好きって言ったけど、何してるの？屋上は気分転換、図書室では委員の仕事や勉強ね。へえ。あ、それと職員室も案外好きよ。説教部屋だよな。だって図書室と並ぶ知識の宝庫でしょ。そうなのか。あんま行かないから分かんねえな。ああ、もったいない。うん。となると、ここは なんだこれ。真面目系と真面目じゃない系かな。真面目じゃない系って娯楽系なのかな。そういうのはあんまり関係ないかな。世間話世間話、世間話が真面目系かどうかっていう話だしね。あー、ごめん。そう、外れかな、ちょっとね。これは外れなんだね。まあいいだろう。ここ一番のヒントが欲しいんですけどね。ああ、わかんねえな。ここ見ると、ああ、真面目だな。でも後半に行くにつれて、娯楽とかが好きっていうか話、あなた関係ないかな。もう適当な時にね、当てていくからね。この前、テレビで心霊体験特集をやってたんだけど、あやつじさんもそういう体験したことってある？今のところはないわ。できるならこれからもそういうことは体験したくないけど。なんだ、オーバーソウルかな、それともスタンドかな。おお、真っ白、真っ白か。ああ、でテンションの上がる当たり枠と外れ枠っていうのもあるのかな。あ、ない枠もあるのか。まあ、個別に設定されてるんだろうな。なんとなくね。あやつりさんの初
恋っていつ頃だった？うん、初恋ね。あまり関係ないかな。初恋は。うん？内緒の方向で。ああ、それ残念。なんだ。ああ、せっかくハートがポンポコポンポコ溜まってきてるのに、じゃあ行っちゃうぜ。幸先いいですね。で、キヌ。あ、よかったね。キヌの帯、アークザラット1であったもんね。じゃあ、またお願いがあるんだけど。ん？ん？もう一度、触らせてもらっていい？始まったよ。始まったよ。調子乗りが。もしかして、髪かな？もうね、見えるだけでも1、2、3、4、5、6、7、8人いるからね、周りに。どうしようかな。土下座か？土下寝かな？お願いします！何でもしますから！じゃあ、少しだけなら。ありがとうございます。うん、やっぱりサラサラだね。え、そんなに気に入った？わかんない。俺にはこのやりとりがわからない。正直言ってかなりなんだか嬉しいな。なんていうか、手触りがいい上に甘い匂いがするんだよね。え、嫌だ。ああ、あれじゃない、それは女性特有の。もう。あ、ごめん、つい。ダメ、許さない。え、やばい。触らせるだけでも恥ずかしいんだよ。面白いよね、髪ってさ、触覚って考え、なんだっけ、神経が通ってないのに触られてっていうの、わかるよね。男の子には分からない感覚かもね。分かりますよ、髪伸ばせば。きちんと反省すること。本当にすみませんでした。それじゃあね。すまないと思っている。二度も三度も。すごくいい匂いだったな。お、アルちゃんも匂いフェチかな。気が合うじゃないか。これさ、1,2,3,4 でしょ。これなんか特別エンドとかあるかな。守りたいこの笑顔あるのかな。わかんないけど、まあそう、まあ目指せないだろうけどな。ちょっと頑張ってみようか。で、あと1,2,3,4,5,6,7人いるからね。これ、あや、あやついさん。よし。あの時ありがとう。おかげで掃除が早く終わったよ。もうね、すごい、もう会話がぶっ飛んでる俺みたいだよ。突然どうしたの？いや、ちゃんとお礼をしたいかなって。あ、して、ん？したかなって不安だったから。大丈夫。それならちゃんと言ってたから。何度もね、言うもんなんですよ。やっぱりあなたって面白い。そうかな？うん、とっても。じゃあさ、その面白い僕と話でもどう？なんだこいつ、積極的になりすぎだろ。いきなりのお誘い？もう乗り気だもんこの子も。さすがに無理だったか。そうね、今のは60点かな。上から見下していく。9大点はもらえるんだ。採点は甘めにしたのよ。その代わり面白い話をお願いね。ハードルだけがどんどん上がっていく。いや無理でしょ、ここからどうやって持ってけっつんだよ。バカにすんのもいい加減にしろよ。そうなんですよ、 R もね、やっぱりちっちゃい頃、もう小6だから中1ぐらいからね、パソコンをちょっと触っちゃったもんで。そう、ひどかったね。ちょっとね。で、またハズレを引いちゃったか。まあいいか。じゃあヒントを頼む。一番いいヒントはないのか。これなんかあんのかな、未だにわかんねえからな。こう、上にも世間話、下にも世間話があるから、ここにも世間話があるっていう。ある？わかんねえな。冬になると朝起きるのが辛いよね。私は案外平気よ。早寝早起きですか？もう早起きが習慣になっちゃってて、目覚ましよりも早く目が覚めるの。それは一つのなんか脅迫野郎だっていうのを聞いたけどね。それはすごい。さすがだな。
褒めていくスタイルならこの子はもうチョロインさんなのかな。じゃあ娯楽と食べ物がミドルにあるから、あ、ミドルじゃない、はい、はいのところが娯楽ミドル、青はなんだっけ、勉強か。テンションが高いのに勉強ってどうですか。やる気ないと、うん、まああるもんね、それじゃダメだと思って。そうなんだ。あのいい年になってから暇な時にね、漢字検定っていうのを受けて、まあ、準2級ぐらいまでね、あのポロポロっとね合格できたんですけど、2級になったら難しすぎてさ、どうかな、おしゃれ、恋愛は外して、あーダメだな、外したな、あ、申し訳ございませんでした。そう、ちなみにこれアタック、これ外したけどちょっとね、多分テンション的にはアタックにはいけると思うんだけど、うん、あ、いけるんですか、いって いけるのかな、ちょっとごめん分かんないんで、ちょっとやってみるね。いけるようですね。こうしてあやつりさんと話してるとなんだか思い出しちゃうよな。お、少しさ会話が違ってる、それでもアタックすると。髪いい匂いだったな、それにあの手触り。お、なんか違う。どうしたの。うん、あ、いや、なんでもないよ。そう、まさか髪の匂いを思い出してるなんて言えないしな。変なの。じゃあ私行くね、先生に呼ばれてるの。あ、こういう感じ。あ、何度も変態イベントじゃないんだこれ。いってらっしゃい。うん、またね。あ、これどんどんじゃあアタックしていく。あー、なるほどね。はい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 、うんうんうん、変態、妄想変態とか、あれは難しいな。おっと、危ない。ここでね、僕、カーバー行くとこだったよ。本を読んでるあやつりさんがいる。何の本ですかね。これが趣味がね、露呈するから怖いよね。で、昼食も済んだし、プラプラしよっかな。そうなんだよね。だから、勉強結局、まあ、漢字検定やって一生懸命勉強したから受かったんだけど、まあ、勉強やめたら、まあ、書けないね。全然書けなくなる。なんだか、柔らかい雰囲気というか、ん?いつものあやつりさんじゃないような。どういうこと?声かけてみようか?え?柔らかい雰囲気というか、ハイパーリラックス状態ってことかな?あー、どっちこれ?邪魔しちゃ悪い。このゲームはどんどん、チャラ男スタイルって言った方がいいのかな?あやつりさん。大丈夫か、これ柔らかくないぞ、顔。テラスで読書なんて珍しいね。日差しが気持ちよかったからなんとなくね。ずいぶんと集中してたみたいだけど、何読んでたの。今度映画になるお話の原作よ。真面目。やっぱりいつものあやつりさんだよな。どうしたの、不思議そうな顔して。何が、立花君は何か感づいてるのか。最初座ってるのがあやつりさんだってわからなくて。どうして?絵になっていたというか、なんだか別人みたいな雰囲気だったから。そんな風に見えた?あ、うん、うん、悪い意味じゃなくて。そう。なんだ?ん?あのね。お、なんだ?なんですか?ん?でも何か言いかけてたような。あなたがいた私じゃない私っていうのもちょっと素敵だなって思っただけ。物語では、まあ、定番だけどね。そうかも。だとしたら私はものすごくわがままなお嬢様とかになってみたいな。
それなら僕はしっかりした執事で。期待していいの？うん、せめて想像上ではしっかりするよ。セバスチャンかな。十分しっかりしてると思うけど。またまた。本心よ。そうかな。ありがとう。こうしてあやつりさんと楽しく会話をした。やっぱり別人のように見えたのは気のせいだよな。どういうことなんですかね。なんか主人公とか登場人物に、まあ、なりきってるじゃないけど、そういうことを思ってるのかな。ちょっとわかんないですね。ただね、やっぱりなんかあやつりさんは、まあ、ぶりっ子じゃないんだけど、あ、どれがいいかな。どれでもいいか。ぶりっ子じゃないんだけど、なんか、猫かぶってそうだよね。どうですか。お、誰もいないぞ。いいぞ、これ。あれ今って大丈夫？え？うん、大丈夫よ。今日は会話、てんこ盛りだな。少し話でもしない？ええ、喜んで。さっき、ギルの話をしたけどさ、俺、アークザラットで、1で、絹の帯っていう、まあ、隠しアイテムは拾ってなかったかな。やり込み要素なんで、あれやり込み要素っていうか、きちんとぐるぐる回らないといけなかったんだよね、あれ。どうしようかな。うん、最初はこうなんだよね、多分。あやつりさんは高校の受験で苦労した。あの皆さん、なんだっけ、センター受験だっけ。ううん、試験それほどでもないわ。お疲れ様でした。ほら、私は推薦で合格できたから。出たよ推薦ね。僕には縁遠い言葉だな。ねえ、お天気も悪くなく、まあ関東の話ですけどね、まあつつがなく進んだのかなと思います。相変わらずのね、あのリスニングはめちゃくちゃだったみたいですけど、あれなんとかしないのかね。ちゃんと日本製なんですかね。そのうち爆発したりするんじゃないですかね。もし日本製であんなんだったら、そうなんだ、まあ、コストもっとかけろよって言いたいけど、ここは外れじゃないと。さて、ここ大事ね。ここ大事ね。そうね、この辺からね、ちょっと砕けてきそうな感じなんだよね、この子が。会話の流れ的にね。そうでもないのかな。そうでもないのかな。まあ結局ね、お勉強ね、遊ばずお勉強してるかどうか。外れじゃない。OKOKOK。これ外しても、どんだけ外してもローにならなければいいんですよね。あ、難しい。すごく難しい。この辺になってくると、もう運ゲーじゃないとしたら何ゲーだよ。あ、まずい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 。ローだとアタックできないよね、多分。ああ、こんなに猶予があんのに。ああ、ダメだ。そう。ああ、ダメだ、ハゼかな。ちょっとね。ローだと、そうだね、アタックができないんだよね。よし、じゃあ世間話で。困った時の世間話。今年度からトイレが洋式になって掃除が楽になったよね。洋式を作ったね。やっぱ人間は天才だと思うね。あ、もうこんな時間。私、そろそろ行かなくちゃ。また噛みつきですかね。うん、またね。はい、ありがとうございます。19分か。あー、また噛みつき。噛みついていく。さて帰るか。またね、3週目やって分かったこともありましたね。アタックはどんどんやっていっていい、遊びじゃねえんだと。甘神遊びでやってんじゃないんだよってことですね。次回からもどんどんね、じゃあアタックできるようにしていきたい。ニーニー、顔がデレデレしてるけど何かあったの？ちなみにさ、これ欄を全部埋めるとどうなるんですかね。そこは
もう大丈夫な場面っていうことで許してもらえるんですかね。じゃあ一旦ここで終わりにして、また次行きたいと思います。ご視聴ありがとうございました。